ます。キスケ母です。2020年6月の13日土曜日9時19分です。おはようございます。阪神高速4号の湾岸線、泉佐野方面と泉大津入口、改装工事終わりましたね。綺麗になりました。入場ができております。およそ1キロ先、料金所です。左からは泉大津パーキングエリアからの合流です。右側、阪神高速4号湾岸線、南向き泉佐野方面行き、本線合流しました。新しいルートでご案内します。湾岸線は一応全区画が80キロの制限なんですが、本線料金所が目の前にありますので、一旦60キロの制限になります。まもなく料金所です。はい、さらにここから40キロまで落とします。この本線料金所もいずれなくなるんでしょうね。
なんでっていうのはさっきの泉大津の入り口から乗ってきたんですけども、あそこもねしばらく工事してて通行止めになってた時もあったし、で今日私大型トレーラーで来てるんですけれども、まあね工事中はすごくガードレールみたいなのがただでも狭い一車線しかない、ね、進入路にガードレールみたいなのを置いてより狭くされてもこんなとこ通れるかみたいな時があったんですよね。まあ本日現在6月13日現在で工事も終わってますよっていうこともありまして、それでちょっと泉大津の入り口からわざわざ撮影しております。この間のいらん部分カットしてね、次関空の橋の手前くらいからやってもいいんですが、まあそこはあれです、阪神高速もついでにおまけということでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。3キロ手前くらいですかね、もう間もなくで岸和田南かと思います。岸和田南は入り口しかないんかな、とりあえず岸和田南さっき入り口がありますよね。この先合流があります。しかないな、今までごちゃごちゃ言ってる間に出口ありましたっけ、岸和田南ね、橋渡ってそこあったかもしらんね。ここはとりあえず岸和田南の入り口の方です。出口があったかどうかちょっと確認取れんかったんでインターとは言いません。岸和田南の出口じゃなかった、入り口があってすぐに今度貝塚出口、まだ4、5、6、ね、6月終わってないけれども、まあ、2ヶ月終わった時点でちょっとこれは今年は本当に危ないなみたいな実感がいよいよ漂ってまいりました。はい、雑談をしてる間に貝塚の、入り口なかったようですね。で、泉佐野北出口です。もうこの先入り口ないのかな、佐野北、
最後の入り口あんのかな。もう間もなくね、あの阪神高速4号湾岸線は泉佐野南で終点なので、今から阪神高速に乗る入り口があるんだろうかっていうことですが、まあ行ってみましょうか。でまあちょっと今回ボーッと走ってますので、あのね、記憶をたどってもどこに何があったかちょっと覚えてないので、もし帰ってから間違ってたりしたらテロップで出したり、そういうことをします。ちょっと口ではあんまりちゃんとしたこと言いません、今回の動画ごめんなさい。泉さんの北の入り口あるんかな、違うか、違うね。まああったらあったで、見逃してたら見逃してたで、必要であればあのテロップで出すようにいたします。画面ちょっと見にくいかもしれませんが、カメラの右手の方にも映ってるかな、関空に渡っていく橋、あれ4キロぐらいの距離あったかと思いますが、あの橋を今から渡らせていただきます。で関空の中で荷下ろし終わりましたら、また帰り道の橋も撮影して、この関空道泉佐野ジャンクションまで行って帰り阪和道を使うので、ちょっと行きのこの阪神高速のルートと違うルートで帰りますから、そちらもご紹介いたします。で間もなく泉佐野南の出口が 400m ほどで、これが、阪神高速4号湾岸線の最後の出口となります。この先はね、関空道になるんで、ここまでが阪神高速です。これを過ぎると別料金。泉佐野南出口です。およそ1キロ先に分岐を。この先、1キロ先に分岐があって、あの右と左に分かれるんですが、右の方に行くと関西空港、左の方に行くと阪和道の方に行きます。阪和道の方に行く分に関しては、入り口は2カ所くらいあったかと思うけれども、出口はなかったかと思います。泉佐野ジャンクションまで行って上の方の料金所くぐって、ね、和歌山の方に行くのか大阪の方に戻ってくるのかみたいな、そんな分岐でございます。はい、ここから制限速度60キロに落ちます。見えてまいりました、臨空ジャンクションですね。臨空ジャンクションの右側2車線、これが関西空港行き、そして左側にあの分岐していくのが阪和道方面、泉佐野ジャンクションの方に向かって走るのが左側でした。で今現在臨空ジャンクションから関空道の方に降りていくところです。今日はあいにくのお天気、雨なんですよね。まあ、ちょっと今たまたまやんでて曇りなんであれなんですけれども、まあ、見晴らしは悪いんですが、撮影する分に関しては眩しすぎずいいかなと。カメラのコンディション的にはこれくらいの天気が私の動画はありがたいんですけれども、はい、スカイゲートブリッジ R と書いてございます。 3750m、 制限速度60キロです。片側3車線の道路、これ去年やったか一昨年やったかね、2、3年前やったかな、台風21号で、ものすごく被害が出まして、この今渡っているスカイゲートブリッジの橋に石油のタンカーが衝突しまして、停泊中の、ね、タンカーがもう高波で流されてこの橋にぶつかりまして、半年やったか1年やったか長いこと通行止めにして、この橋そっくりそのままね、片側工事してやり直しというか取り替えみたいな大掛かりなことをやってましたけれどもね。でその工事中の期間は、この通行止め期間っていうのは、この左側というかね、関空に向かっているこの車線がなくなりまして、反対側右側の車線3車線ありますよね、あれのうちの1車線か2車線いただいてというか、関空に入っていく方が1車線やったか2車線やったかで、ね、3車線をシェアするような感じで、こっち側の車線は途中でなくなって右側に出て行ってくださいみたいな、そういう変則的な作りになってましたけどね。
まあ、その頃はまだ私動画撮影してなかったのでその頃の映像はないんですけれど、今はもう綺麗に治りましたので何事もなかったかのように、はい、左手にあの飛行機が見えてきたかと思います。国際線ですね。天気悪いからねあんまり綺麗には見えませんが、これも世界中でまだコロナウイルスがね収束しておらんので、あのロックダウンとかは解除されてるかもしらんけれどもね、あの 入国拒否とかいろいろある国もあるんですかね。一応海外の行き来も多分不自由な状態にあるかと思うんですけれども、なので普段より飛行機の数少ないのかな、少ないのかもしれません。まあ関空もね私もしょっちゅう来るんですけれども、あんまり飛行機数は気にしてないんですよ。珍しいやつがおるなと、その珍しい飛行機見たことないやつがいっぱいいるなっていうの、そういうのしかね気にしないんであれなんですけど、国際線なんでいろんな国のね飛行機が止まるんで、まあ、関空はちょっと飛行機見に来るだけでも楽しいんですけれども、ちょっとねこのスカイゲートブリッジ R、 この橋の渡るこの料金がまあまあ高かったんじゃないかと思います。だからドライブであの遊びに来るのいいけれども結構お金かかりますよっていうことですよね。左側に見えてる飛行機全部穴ですね。国際っていうかあの外国のね、なんかインドネシアのやつとかそういうのではなく、フランスのやつとかそんなんじゃなくて、こっち側に見えてるのはあの穴は何か全日空か、ね、もうちょうどいいタイミングで電車が、なんていう電車やったっけ、関西空港 ETC で入っていきます。3000円弱かかりますね。まあ私の大型トレーラーなので乗用車はその半分くらいかな。どうかな。左手に見えておるのもターミナルに見えておるのも全日空アナの飛行機ばっかりですね。海外の珍しいやつとかあのピーチとかああいう飛行機ちょっと見た感じはいなかったですね。見事に全日空しかいないですね。よし、それではそろそろちょっと一旦お休みということで、また帰り道お伝えします。失礼します。はい、皆様こんにちは、ミスジャガーです。2020年6月の13日土曜日10時22分です。はい、今関空を出発しようかというところです。帰り道ですね。関空の荷降ろし終わりました。ただまだ会社帰りません。あと1件成田作ってまいります。あいにくの天気でもう曇りじゃなくて完全に雨になってまいりました。ちょっとしばらく黙りますね。おはようございます。はい、どうぞ結構です。どうぞ気をつけて。すげえ、めちゃくちゃ
ちょ愛想良かったな今の当たり外れがね激しいんですけどね。よし、天気崩れすぎてちょっとあれです、ワイパーも息切れなしに動かしてないと前見えないぐらいの天気でございます。それにしても眠たい。前半戦というか、あの関空の方に来る時もね、あの自分で喋りながら、今日はいつもよりよく噛むなとか、ね、あの頭回らんからもう全然愛想がないなというか、機嫌でも悪いのかこいつっていうぐらいね、あの口数少なかったんですけれども、引き続き同じようになるかと思います。眠たいね、やっぱね週末ね、もう疲れが溜まってきて、早く無事に仕事を終え家に帰っていっぱいやりたいところなんですけれどもね。昨日はね、あのカツオのたたきが安かったもんですから、ちょっと買ってきて、あのすでにあのスライスしてあるやつを買ってくるんじゃなくて、あの、ま、丸ごとあの短冊じゃないわね、あの一房というか一本丸々買ってきまして、それを自分でこのお好みの分厚さに切っていくという、で結構分厚めのやつを堪能いたしました。仕方な、今年入って初めてかな。まあカツオもね、あの血生臭いあの青魚なんで好き嫌いあるかと思うんですけれども、こうやってうまいことあの、ね、叩きで表面焼いといてくれたら、そんなに臭いこともなく香ばしく美味しかったんですけど、ね、今日は何で飲もうかな。たまには肝臓を休めないとね、ちょっとあの偉いことになってるんですけどね内臓脂肪が。関空道、まもなく連絡橋、そろそろ見えてくるんじゃないでしょうか。なんていう名前やったかな、来るときにね、あのお伝えしたんやけど、もう忘れましたね。なんだっけこれ、スカイゲートブリッジやったかな。スカイゲートブリッジ、ワンじゃないな、何やったかな、ね、大層の名前がついてたんですけど、名札を見ないと名前を思い出せない、顔と名前が一致しないみたいな、こんな感じですけど、ね、制限速度60キロです。帰りはあれか、料金所がないから、来る時に通ったあの1400なんぼっていうのは駅帰り往復の料金か、そういえば、ね、行き市だけで1400円取られますよみたいなこと言ってたけれども、帰りはそういえばあれ、行きも帰りもね、あの片道切符っていうことなくて、関空に入ってきた車は必ず出ていくから、あそこで一括で取られてるんですね。はい、言うてる間にまた名前を 見逃してしまったな。もう一回出てきたか、スカイゲートブリッジ R 3750m と書いてございます。スカイゲートブリッジ R ね、 R は何の R ですか。ライト右か、違うか、レインボー、虹でもないよな。すごく天気が悪いですね。波は今日はそんなに高くないですね。風は強くないようです。梅雨に入りました。ここ 2,3 日ずっと雨模様です。ただね、あの先ほどお伝えしとった時みたいに、あのずっと降ってるわけじゃなくて、あの予報的にはずっと雨やという予報やったんですけれども、まあたまに止んでくれるのかなみたいな。
まあ、私はね、あの運転中は別に雨降ってくれてもいいけど、荷下ろしの時だけ都合よくやってくれたらね、それで。一応カッパ持ってますけどね、あの雨の中カッパ来て、あの仕事するの嫌なんで。はい、3750m の橋なんで、まあ、半分ぐらい来たかな。まだ半分は来てないか。だいぶあのリンクタウンの方が見えてまいりましたね。あのタワーなんて言うんでしょうね、あれ、リンクタウン駅かなんか、あの電車の駅の駅ビルかなんかかと思うんですけども、あれ名前があるんでしょうね。あれくらい目立つからにはね、何メーターくらいあるんやろ、何十階建てやろっていう高層建築ですよね。まだあるみたいですが、あのカメラにはもう映っておりますでしょうか。左にぐーっと左にカーブしていって降りていってる道路見えますでしょうか。あちらが阪神高速4号湾岸線大阪神戸方面行きですね。およそ1キロ先、運休を右方向です。泉佐野の左方向、有料道路出口、料金所の方に行く分が、あの間もなく左手ですけど、今看板に出ておりました港大橋、大阪市住之江区、あの南港のあたりですね、港大橋まで30分と出てございました。空いてるね、あくまで30分で行くのが早いね。ちょっといっぱい今看板が出てましたが、この一番左車線にいて左側に行きますと阪神高速で入ってしまいます。私は残念ながらもう一軒配達行かないといけないので、関空道をこのまま走らせていただいて、関空道を最後まで走って泉佐野ジャンクション阪和道の方に行きたいと思います。はい、3車線のうち一番左車線、阪神高速4号湾岸線です。大阪神戸方面行き、はい、臨空ジャンクション、臨空ジャンクション今通過いたしました。泉佐野の臨空出口、まず出口がございます。左手に降りていきます。出口を越えますと別料金、ここからまた別にお金がかかります。途中もあの泉佐野ジャンクションまで出口はございません。入り口がおそらく2カ所くらいあります。出口がないので、泉佐野の本線料金所で、お支払いください。そして阪和道にそのまま入っていきますので、右に行くと和歌山、左に行くと吹田、松原方面行くみたいな感じかと思います。はい、この左からの合流は阪神高速4号湾岸線終点からの合流となってます。臨空ジャンクションの合流ですね。はい、ちょっとゆっくり走ってきたけれども、この道路制限速度80キロです。たいからぼーっとしてるね。あ、前は2台ぐらいおるし、後ろは1台ぐらいしかおらへんけれども、あんまり交通量おらんから、まあ、あんまり迷惑かかってないけれども、ぼーっとなるべく走らないように皆さんご注意くださいね。では今日朝もね、あの朝早うから阪神高速あっちこっちで事故してまして、まだ事故現場で警察も何も到着する前のところ通って、うわーって思いながら見てきましたけども、朝私が16号大阪高線通った時は上下線とも事故しておりました。大阪市内向きの方、私が通った方は、天保山のカーブのあたり、天保山出口の手前のカーブかな、あのあたりに逆向きにぐるっとスピンしてね、スリップして自損事故、もう単独事故で動けなくなって止まってるハイエースが1台、黒っぽいやつがいました。
そしてそれを越えてしばらく行って波よけの手前ぐらいかな、反対側ね、ちょっとあの乗用車の方見えないかもしれんけれども、このトラックはこうやって運転台が背が高いので反対側車線も見えるわけですよ。中央分離帯乗り越えてね、で反対側を見るとかなり古い、もう1980年代ぐらいのトヨタなんだか日産なんだか、あのもうすごくカクカクとした、ね、あの古臭いあのカローラか、まあ、マーチじゃないわ、サニーとかありましたよね。あんな感じのやつが、それもまたスピンしてぐちゃぐちゃになって反対向いて止まってましたけど、ちょっと雨がすぐ降るとすぐ事故するでしょうってね、かなり多いんですよね。最近毎日雨降ってるんで、毎日どっかしらで事故してますよね。ものすごく迷惑っていうかね、部品も撒き散らされたらそんな踏んでパンクさせられても嫌やし、で カーブとかで急に止まってるじゃないですか。その道路公団とか警察とかが来て交通整理でもやってくれてるんやったら、まだしもそんなんが来る前で事故やったばっかりの時なんか、後ろ走ってる車ね、そこに突っ込んでいってしまったら二次被害三次被害みたいなことになってしまうんで、大変危ないですよね。まあ、ね、雨の日ぐらいはせめて安全運転なさってはいかがでしょうかと、ね、そういうふうに申し上げておきたいなと思います。雨の日ぐらいはせめてね、新型コロナウイルスの蔓延で緊急事態宣言も、しばらく出ておりました。5月の21日ぐらいまでは緊急事態宣言、約1ヶ月ほど、4月の7日からですから1ヶ月半ぐらいですかね、一応非常事態宣言、緊急事態宣言みたいなことで、不要不急の外出は自粛っていうことで、まあ、車でドライブ、旅行に行くのもやめてくれとか、そういうレベルではなく、もうお医者さんに行くとか、スーパーに食材を買い出しに行くとか、そういうもう生活に必要なこと以外、なるべく出かけるのやめてくれみたいな期間が、つい最近まで1ヶ月半ほどあったんですよね。だからまあ、その間にちょっとしばらく車運転してないわ、みたいなことで、不慣れな人が事故してるんですかね。どうなんでしょうね。まあ、慣れてる人でも不慣れな人でもどっちでもいいですよ。あまり運転を過信されずに、ね、自分だけは大丈夫だとか、自分は上手いんだとか、ね、そういうふうに思わずに、もうちょっと謙虚に運転されてはいかがでしょうか、ね、誰かの迷惑になっちゃおらんだろうかとか、ちょっとその自分の運転を謙虚に顧みていただいた方がよろしいんじゃないでしょうか。まあ、私もこうやって偉そうに喋りながら運転してますけれども、今日事故、今ね、この黒い車とこれと事故するかもしれないしとか、つい何秒後かには壁に激突してるかもしれないしとか、一応ね、私にも皆さんと同じように等しく事故のリスクございます。気をつけてるんですよ。まだふざけて運転してるように見えるかもしれないけれどもね。でまあ、一応事故もしてないし、ね、違反もしてないし、こうやってわざわざ年がら年中、ね、大型トラックであったり大型トレーラー運転するような仕事してますけれども、もうしばらくもうここ10年どうかな、もうちょっとかな、事故とか違反とかしてないですよね。まあ皆さんも心がけでなんとかなるもんですからね、プロドライバーがみんな上手いわけじゃないんですよ。うちの会社でいうと年がら年中誰かしら事故していて、ね、年間に30件50件ね、そんなにも1年間で事故してくるんかみたいな、まあひどいなと思うんですけれどもね。それ素人じゃなくてプロのドライバーがみんなね、寄ってたかって事故してるんでしょうって、そういうことなんですけど、まあ、プロでもほんでみんな事故したいと思ってやってるわけじゃなくて、皆さん気をつけてるんですけれども、それでもね、起きてしまうんですよ。つい3秒先に私の身にも降りかかるかもしれないみたいな、まあ皆
皆さんに平等にリスクはやってまいります。なので自分だけは大丈夫とか、ね、自分が上手だとか、なんかそういう風に過信されて慢心されて、なんか勘違いのある運転をして、そして事故をして皆さんに迷惑をかけるみたいな、その段になってね、世間の白い目を浴びるのはなるべくならやめていただいた方がいいのかなと思います。本当に窓を開けてね、怒鳴ってやろうかと思いますけどね、迷惑だやっちゃのーって、あ、ほんとのかーって窓を開けてわざわざ言うたろうかと思いますけどね、情けない顔してボーッと立ってんの 見たらね、追い打ちをかけてやろうかと思うんですけど、まあ、たまたまでしょっていうよりは、そのたまたま、もちろんたまたまなんですよ、たまたまなんだけども、普段の行い本当にたまたまやったんですかっていう話ですよね。運転下手な人でも安全運転心がけて意識高い人はそう簡単に事故しないですからね。まあ運と技術とそんなことばっかり思うんじゃなくて、心がけをしっかりなさってはいかがでしょうかということをちょっと偉そうに申し上げておきます。はい、こうしていらんこと言ってたんで、泉さんのジャンクション紹介してなかったですね。まあもうめんどくさいんであんまり編集したくないんですけれども、テロップで文字で出したいと思います。ちょっとごちゃごちゃ脳書きを言いましたので、ね、説教垂れましたので、上野号の料金所ですとか、泉さんのジャンクションですとか、こっち行ったら松原ですよ、吹田ですよとか、そういうこと言ってませんでした。はい、今現在 63.2 キロポストあたりですね。この 63.2、63.1、この減っていってるこの数字は、吹田インターから63キロということですね。これ吹田インターが出発点となっております。なので北向きに吹田方面走っていくと 62.8、62.7 とどんどん減ってまいります、この数字ね。で、私はあと2キロほどで高速道路を降ります。貝塚インターで降りて、ちょっとしばらく行ってお客さんとか行ってまた荷下ろししてきます。せっかく止んでたんやけど、また雨降ってきたね。まあ仕方がないか、梅雨だから雨も降らないとね、水不足になるともっと大変なんでね。まあ水不足の時期になると日照りが続くねみたいなことになると、もう毎年言われるのが四国の話ですよね。うどんを茹でるお湯を炊くのにね、水不足は困るんだみたいな、朝昼晩とうどんを炊かないといけないからみたいな、うどんばっかり食べているみたいな、なんかいいですけどね、値段であれぐらいのクオリティのうどんがいろんなね身近なお店ですぐに食べれるんやったら、四国の人うどん一点に関してはものすごく羨ましいなと思いますけどもね。まあ、うどんの話はいいか、あと1キロぐらいで終わります。チャンネル登録よろしくお願いします。本日現在どうかな、122位ぐらいやったかな、ね、1000人超えないとちょっと収益とか何もないので、私まだアマチュアというか、ね、プロの YouTuber ではございません、公の人、個人ではございません、個人的に自己満足でやっております。もしよかったらチャンネル登録いただきまして、はい、またお会いしたいかと思います。ご視聴ありがとうございました。貝塚インターの出口ぐらいまでは一応撮影続けましょうかね。まあ、こんな天気の悪い日にわざわざ撮影しなくてもっていう感じですけれども、下り坂、80キロで走ってきてあんまり距離がないのに結構な下り坂、そしてこの急カーブかと思ったら、ね、また上りが来て、でここ滑走路短い、この合流危ないところだらけですよね。皆さん気になさって運転されてますでしょうか、ね、一つ一つ危ないことだらけですよ。ほんでまたこれ、ね、こうやって急な下り坂と急なカーブがやってくるでしょう。雨降ってるでしょ、下濡れてます、スリップ気をつけましょうね。安全運転、ね、ノロノロ走ってくださいよっていう話じゃないんですよ。
そういうふうにどこが危ないここが危ないという意識は持たれてくださいよという話ですね。だからノロノロ運転で後ろ渋滞作って迷惑をかけるという、そういうこともやってほしくないし、もう事故したら元も子もないんで、ね、渋滞もへったくれもなくて、事故なんかしてしまった日には通行止めになったりするかもしれないしね。なのでなるべく世間に迷惑をかけずに、で皆さんもね、嫌な思いしてとか変な出費をして、ね、交通事故をしたせいで保険料が上がったよとか弁償するのにお金がかかったよとか、そういう嫌なイベントが発生しないように安全運転心がけられてください。はい、積極臭い動画になりました。ごめんなさい。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。失礼します。